皆さん、こんにちは。ピクティシアターライブへようこそ。私はピクティ投資の投資顧問、グローバル資産運用部の松本と申します。弊社よりピクティをお引き立てたまわり、誠にありがとうございます。本日は当社のファンドより、ピクティマルチアセットアロケーションファンドクワトロを取り上げ、2021年1月の運用状況、並びに当面の市場環境についてご説明いたします。 セミナーに先立ち皆様へ注意事項がございます本日取り上げますクワトロは値動きのある有価証券などに投資する投資信託です従いまして投資元本が保証されているものではなく基準価格の下落により投資元本を割り込むリスクがある点にご留意をくださいなおこのセミナーの時間は30分ほどを予定していますセミナーの最後には お申し込みに関する注意事項などもご説明しますので、最後までのご視聴をよろしくお願い申し上げます。では早速セミナーを始めてまいります。いつものように、クワトロの4つの特色について確認しておきたいと思います。第一に、クワトロは徹底した分散投資を行います。第二に、魅力的な運用戦略を選別して投資を行います。 第三に市場環境に応じて機動的に資産配分を変更しますそして第四にオルタナティブなど最新の投資手法も活用していますクワトロはこれらの特徴を生かしリスクを抑えて安定したリターンを目指すファンドですそれではこれより2021年1月のクワトロの運用状況について 月報より一部を抜粋してご説明いたします。1月末の基準価格は12,127円、前月比76円のプラスとなりました。ファンドの純資産総額は1,532億円、前月から148億円増加しています。ファンドの騰落率ですが、当月がプラス0.63%、また過去3ヶ月、6ヶ月、 1>, 1年3年といずれの期間をとってもプラスを確保しています設定来のリターンですが年率換算で2.74%となっていますまた基準価格の変動の内訳ですが1月の上昇分のうち株式が77円ウルタナティブ19円 債券15円先物オプション5円といずれの資産もプラスに寄与しています中でも前月に引き続きまして株式が全体のリターンをけん引しましたまたクアトロは分配金のお支払いは行っておりません続いてクアトロの1月末時点の資産配分についてご説明いたしますまず株式の比率はと 前月と比べてやや比率を引き下げました具体的にはロボティクス株式やスイス株式の比率を高める一方で低ボラティリティ戦略や先物オプション、まあ、こういった比率を削減していますご覧のようにクワトロは多くの戦略に分散投資をしているんですが全般的には景気敏感で割安株、まあ、こういった戦略への比率を高めているところです また、オルタナティブにつきましては、1月より新たにグローバル株式マーケットニュートラル戦略、こちらに投資を開始しています。その結果、オルタナティブ全体の比率は15.4%と、前月から1%ほど比率が上昇しています。また、債券につきましては、前月から2%ほど比率を引き下げ 48.、48.5%となりました。 現在、米国を中心に金利上昇圧力が強まっていますから、先物オプション、こういったものを中心に比率を引き下げる。その一方で、国際分散投資の観点からも、中国人民元建て債券の比率を引き上げています。また、キャッシュは13.6%となっています。このスライドは、クアトロの設定来の基準価格と純資産総額の推移を示したものです。 クワトロは2013年12月の設定以来、7年が経過していますが、まあ、この間、クワトロの足取りを振り返りますと、さまざまな出来事がございました、欧州債務危機、ブラギジット、米中貿易戦争、そして今回の新型コロナなど、さまざ、あ、まな出来事の中で、基準価格も右余曲折をたどりながらも、1月末の時点では1万2127円。 設定来のリターンは年率換算でとなっていますまた一方でこの間のリスクに関しては3.09%にとどまっておりリスクを抑えながら効率よくリターンを生み出しているこういったクアトロの特徴が出ていると思いますこのリターンをリスクで割った値を金融の世界ではシャープレシオと呼びますけれどもクアトロの設定来のシャープレシオは0.88 とまあ比較的高い成績を残すことができているのかなというふうに思っております。またこの灰色の面グラフで示しました純資産総額は1532億円と、おかげさまで足元で非常に順調に残高が増加しておるところでございます。 このスライドはクアトロの昨年末からの基準価格の動きを緑のラインで、そして変動要因の内訳をです、ね、資産別で色分けをして示したものです。1月に関しましては株式市場が全般に順調だったということもあって、赤でお示しをしている株式がプラス給与となっています。一方で緑の債券ですが、こちらは金利上昇局面ということもあって、あまり目立った貢献はありませんでした。 また黄色のオルタナティブ、水色の先物オプション、こちらも月末にかけて少し値幅が縮小しましたが、月間ではプロスキアとなっています。まあ、その結果、クアトロの基準価格ですが、年初から76円、率にして0.63%の上昇となりました。次にこちらではクアトロの,その基準価格の変動要因を 組入れ銘柄別にまで掘り下げて分析をしたものになります少し小さな字で申し訳ありませんが過去6ヶ月間の推移が並べてありまして一番右側が1月の結果となりますまずこちらの資産別ですねこちらの寄与度ですが全ての資産が黒字に白のプラス寄与、まあ、こういった結果になっています また次に株式の内訳なんですけれども、こちらも組入れ資産のすべてがプラス寄与しているんですけれども、中でも大きな寄与しているのが中国 A 株、また世界バリュー株、まあ、こういったシクリカルバリューと言われるような戦略のプラスが目立っています。 まあ一方、こちらのオルターナティブなんですが、こちらの方はですね、白地と赤地、プラスとマイナス寄与が少し混じっているということが分かります。まあ、中でも、このグレーターチャイナ戦略ですね、中国株のロングショート戦略が、プラスの寄与度が大きくなっています。一方、最後の債券なんですが、こちらもやはりプラスとマイナスが混在しているんですけれども、今月に関して言うと、株式の上昇の恩恵からグローバル転換社債。 またあーこちらのですね、物価連動国債ですね、こういったものがプラスが目立っています。えー、このスライドはですね、クワトロ並びにそれ以外の主な資産の現地通貨ベースでのシャープレシオをご覧をいただいたものになります。1月末を起点にして、過去1年、3年、5年、そしてクワトロの設定日、こちらに遡って計算をしたものになります。 先ほども少しご説明をしましたけれど、シャープレシオとは、リターンをリスクで割った値なんですが、これが大きければ大きいほど、単位あたりのリスクに対して、投資効率が非常にいいということを示しています。まずこれを見て感じることなんですけれども、お例えばですね、このナスダックだとか、中国 A 株、 またアメリカのハイルド債など、シャープレーションが1前後と非常に高い資産があるなということが目立ちます。これはですね、もちろんリスクはあるんですけれども、リターンもそれなりに高いと、非常に効率がいいということを示しています。まあ、次に、それ以外の一般的な株式ですね、ニューヨークダウン、日経平均、欧州株だとか、リート、まあ、こちらはですね、1少しとちょっと届いてない、また期間によっては、 数字ががああまり良くないといとう期間ることも分かりますこれはやはり株式の不確実性といいますか、値動きのブレというものがあることが原因していると思います。さらにですね、為替ですよね、ドル円だとか、北海原油だとか、このように必ずしもリスクに見合ったリターンが得られるとは限らないというものもあるということが分かります。 こうした中でご注目いただきたいのはこの赤でかかっているクアトロなんですけれども非常にこうコンスタントに一応ちょっと下回るぐらいの比較的高めのシャープレッシュを残しているこういったことがお分かりをいただけると思いますまあそうしたあのこのクアトロの安定運用そういった成績をご評価をいただいたおかげで クアトロは近年多くの受賞をを頂戴をしています最近ではモーニングスター社が発表していますモーニングスターアワードファンド・オブ・ザ・イヤー2020こちらのバランス成長型部門での最優秀ファンド賞を受賞することができました同じく R&I 社様からも R&I ファンド大賞2020これの投資信託関連部門で優秀ファンド賞を頂戴することができました クアトロは私どもジュネーブの本社にあります運用チーム、こちらでご紹介していますが、運用チームが投資助言をして運用しているファンドになります。彼らは富裕層のお客様、またスイスの年金といった非常に今大口の富裕層の非常に複雑なですね運用も担当するチームなんですけれども、そうした非常に高度な運用手法を日本のお客様にも しかも円ベースでご提供しようということで日々努力をしておるチームです。こういった成果が今回の受賞にもつながっておるのかなというふうに考えております。ここまでクアトルの運用状況についてご説明をしてまいりました。ポイント3つでおまとめをしたいと思います。まず第一に、1月の基準価格は0.63%の上昇。 純資産総額は1532億円となりました内訳を見ますと株式債券オルタナティブ先物などすべてがプラスに寄与することができています2番目のポイントなんですがポートフォリの中身を見ますと今株式の方では景気敏感株や割安株、まあ、こういったシクリカルバリューと言われるところに積極的に投資を行っています一方で債券なんですが今金利が少しずつ上がってきていると いう状況ではあるんですが、もう少し金利が上昇して、えー、魅力的な水準になったなという局面であれば、買い増すことも検討したいというふうに考えておる次第です。ポイントの3番目なんですけれども、最後のスライドでもご紹介しましたように、シャープレシオ、リスクをリターンで割った値、これが非常にクワトロが安定しているということもありまして、運用機関からは、優秀ファンド賞を頂戴するような、 ご評価を頂戴する状況に至っていますではここからは当面の市場環境についてご説明をしてまいりたいと思いますいつものように今世界の各国の景気が時計の針に見立てて何時ぐらいにあるんだろうかというところからご覧をいただきたいと思いますこの時計の針なんですが景気のピークが12時景気のボトムが6時 となりまして各国がこの時計の針のように右回りで回っていくという図になります現在世界経済の牽引役となっていますのがどうでしょう時間でいうと8時ぐらいに位置しています中国そしてそれを追いかけるようにアメリカや日本またユーロ圏やイギリスといったところも景気のボトムの6時を過ぎて今7時ぐらいに差し掛かろうという局面に入っています この時計の針のそうです、ね、9時、10時、11時とこのお景気が非常にこう良くなっていく改善していく局面では株式などのリスク資産も非常にこう良好な環境が期待されます日本株も昨今はです、ね、3万円台日経平均が3万円台を回復して、えーまあ、一部ではです、ね、ややスピードが速すぎるのではないか実体経済と乖離しているのではないかという声も あるといいううふうに認識はしていますけれども景気サイクルを考えたとき、今、この大きな景気が日本を含めて世界各国がこれから景気が持ち直していく、まあ、株式などのリスキさんにとっても決して悪くない環境に入っているということを確認をしておきたいと思います。先ほどのの景気サイクルの中で 世界経済を牽引しているのが中国だというふうに申し上げたんですが、こちらのスライドでは、じゃあその中国が今、どういうふうな経済環境になっているのかというものをご覧をいただいたものになります。主な6つの経済指標を、2019年12月を100として、現時点で一体どこまで改善をしているのかというものをご覧をいただいたものになるんですが、例えば一番右側にあります輸出、これは今、足元で非常に好調になっています。 昨年のコロナウイルス下でのこう経済的な困窮の中で中国はまずいち早く外需で景気を持ち直していったんですけれどもその外需主導の経済が内需にも広がっていると具体的に言うと小売売上げであるだとか自動車販売ですねこういった内需消費面にも お、普及をしてきているという様子がこちらでもご分かりをいただけると思います。足元の中国経済はこのように外需内需、バランスを取れた非常にこう有機的な成長局面に入っているんだということがお分かりをいただけると思います。また一方で非常にこう、もう一つアメリカ、世界経済をですね、大きく押し上げようとしているのがアメリカのバイデン新政権による経済政策と いうことになろうかと思います。こちらのスライドは過去何度かごしょご紹介をしてきたんですけれども、改めてご紹介をしたいと思います。まずこの左側ですね。これはバイデンさんが選挙期間中に公約として出されていた経済プラン、それをお GDP に比して一体何パーセント規模の歳出歳入のインパクトがあるのかというふうに分析をしたものになります。バイデンさんが元々掲げていた 政策というのは、えー、と非常にこう民主党色の強い政策も入っていました。具体的に言うと、環境投資でありますとか、チャイルドケア、教育、またさまざまな国内支出といったように、民主党色の強いいわゆる大きな政府を目指すような政策が多かったんですね。まあ、したがって、この赤色の形実で示しています、歳出プラン。 これも GDP 比でいうと、どうでしょう8、8%に迫るような、非常に大規模なものが予想をされていました。ただ、この財源として、バイデンさんは、この緑色の系列でお示しをしているように、法人増税だとか、富裕層に対する所得増税といった、税収増のプランも同時に掲げて,掲げていたんですね。したがって歳、歳出も大きいんですけれども、歳入も増えると。 こういった政策であったのが当初の公約になります。一方、この右側でお示しをしていますものが、見方は全く同じなんですけれども、形が随分変わってきています。と言いますのも、このバイデンさんが公約としている、掲げているプランが、必ずしもそのまますんなりと議会で承認されるとは限らないというふうに思われるからです。もちろん、現在、民主党は下院で過半数を取っていますし、 上院でも50対50、最後の議長が1票を入れれば、かろうじて事実上は過半数を取っているという状況ではありますので、えー、上下両院ともに大統領、また民主党、これがコントロールをしている状況ではあるんですが、やはりいざ法案成立ということになれば、両党の攻めぎ合いもあります。民主党員の中には増税をししとしない人も もちろんいらっしゃいます。まあ、したがって、私どもピクテの推計によれば、このバイデンさんの当初の計画案が大幅に縮小されるんだろうと、まあそういうふうに考えられるわけですね。まあ、したがって、長期的に見ると増税も難しいだろうと。歳、え、出、ー、歳入ともに当初案よりもかなり小さいものになるんではないかというシナリオがこちらでお示しをしています。しかしながら、 今年2021年に関しましては、えー、むしろですね従前の愛よりもかなり大きい、例えば GDP 比でいうと10%に迫るような、えー、大規模な支出がここでは盛り込まれています。と言いますのも、ご案内の通り、今、バイデン新政権はコロナ関連対策費として1.9兆ドルという、まあ、非常に大規模な経済パッケージを提案をして、議会で審議が始まろうとしているんですね。 えこれはあまり党派色の強くない、言い換えますと、与野党ともに合意しやすい経済政策だと思いますので、これがこの通り、ある程度の規模で、政案に至るとなれば、ご覧のような規模で景気を押し上げていく、家計に対しても直接給付も行われる、えー、こういったことが予想されるわけです。まあ、したがって今足元でで米国もも株価は史上最高値にあるんんすけれどもこのバイデンさんの 非常に積極的な経済対策、これを先取りしている動きというふうにも思われると思います。まあ、申し上げたような経済パッケージが出ることで、アメリカにどういったマクロ的なインパクトがあるんでしょうか、このスライドなんですが、左側でご覧をいただいていますのが、アメリカの小売売上げの見通し、並びに GDP の予想というものを書いてあります。 オレンジ色でお示しをしているのが小売売上なんですが、今ご覧をいただいたような大規模なパッケージが出てくることによって、小売売上高は、なんと従前のこのラインを回復してしまう、まあ、これくらいのインパクトがあるのではないかというふうにピクテでは考えています。かなりの額ですよね。一方で、この右側にお示しをしているのは、同じくアメリカの GDP と、今度は鉱工業生産。 供給サイドの状況をご覧をいただいているんですがそれを見ますとまだこの高工業生産供給サイドはあ従前のラインを回復できていないことになります左側の需要サイドが従前のラインを取り戻したのに対して供給サイドはそれに追いついていない、えー、言葉を変えて申し上げると今アメリカでは急速に需給ギャップが縮小していると いう,ふうにも考えることができます足元ではアメリカの長期金利も1.3%という非常に早いペースで上昇してきてるんですがこうしたバイデンさんの経済対策がアメリカの景気を少し過熱させてしまうのではないか、えー、こういった懸念といいますか見通しというものが債券相場にも反映されているというふうに考えられます。 一方でこうした非常に積極的な経済対策というのは、債券にとってはやや逆風なんですが、株式、また企業業績、これにとっては大きなプラスになっていくと思います。こちらでご覧をいただいていますのが、アメリカ、ヨーロッパ、日本、イギリス、この4つの国、地域の企業業績を長期的なトレンドとともに、今後の予想と合わせてご覧をいただいています。例えばこの左上のアメリカなんですが、 アメリカ S&P500 の昨年の業績はマイナス15.2%、15%, 15の減益だったんですけれども、今年2021年には予想では23.6%の増益、さらに来年2022年には16.8%の増益と、2年連続で2桁の高い増益が現時点で予想されています。まあ、このように申し上げると そんんなにううまくいくいだろうかとバイデンさんの政策も今年が集中的に出るんでしょうと、来年2020年はあのかなり骨つなものになるというふうに申し上げましたよね、えー、こんなにうまくい,いくんでしょうかというふうにお感じになる方もいらっしゃると思うんですが、えー、確かに数字だけ見ると少し、えー、すごい高い伸びに見えてしまうんですが、こうしてみますとです、ね、この長期の傾向ライン。 灰色で示している長期の傾向ライン、まあ、これを回復する動きなんだというふうにも言えなくもありませんえ同様に同じ状況が日本でも見えますえこちらが日本の状況なんですが今年2021年には36.7%の増益高い伸びですよねそしてまた来年2022年も15%の増益とこちらも2年連続で高い増益が予想されています しかしアメリカと同様に、この増益もですね、長期の傾向線、このトレンドラインに回帰する動きなんだというふうに考えるのであれば、あながち突拍子もない予想とも言い切れない、そういうふうに考えるわけです。先ほど、時計の針で、世界経済が最悪期を過ぎて、今7時、8時に向かおうという局面にありますというふうに申し上げたんですが、こうして業績を見ましても、 今の好調な業績環境というのはもうしばらく続くんだろうなと、まあ、こういうふうに予想することができるかと思います今株式市場は、まあ、こういった、まあ、どちらかというと前向きな楽観的なというふうに申し上げてもいいかもしれませんが非常に前向きな動きを先取りするような形で上昇を続けていますこうした株式に対しての楽観的な見方というのは 投資家のマインドにも現れていますし、資金フローの形でも現れてきています。左でお示しをしていますのが、世界株全体への資金フローを示しているんですが、足元で今、世界株に向かうお金というのは、過去平均の標準偏差を大きく上回って、世界株にお金が流れている様子が確認できます。従いまして、長期的に言うと、 非常にいい環境にあるという見方は変わりはないんですが短期的に言うと少しスピード違反、過熱感、こういったものもある可能性には十分注意をしておきたいと思います。ここまで世界の投資環境についてご説明をしてまいりました。同じくポイント3つでおまとめをしたいと思います。第一に世界の景気サイクルは 中国が牽引するような格好で最悪気を出し今拡大局面に入りつつあるこれがピクテの認識となります第二にアメリカのバイデン新政権の経済対策これは与野党も合意しやすい部分ではあるんですがその規模がかなり大きいということもあって 需給ギャップが予想よりも早く縮小するかもしれない、まあ、それによってアメリカの長期金利が今、上昇圧力を受けている、まあ、こういった点には注意をしておきたいと思います。同様に、足元の株価水準、これは決して株あのバブルが非常にバブルで、えー、実体経済と乖離しているという声もあるんですが、 企業業績の裏付けを伴っているものだというふうに私どもは考えています。もちろん短期的な過熱感、こちらはいろんな経済指標であの統計指標でも確認はできますので、過熱感には注意をしておきたいと思います。本日のセミナーは以上となります。最後に皆様には投資リスク。 並びに申し込みに関する手続きや手数料等の注意事項をご覧をいただいております合わせてご確認をお願いいたします本日はご視聴いただき誠にありがとうございました引き続きクワトロをどうぞよろしくお願い申し上げます